ばいよやばい、僕中やばくない？キッシュブです。おはようございます。はい、皆さん、今日また磯部モータースさんに来てですね、今日はオイル交換やります。オイル交換、おはようございます。チョリース、今日よろしくお願いします。今日はオイル交換と、あと何だっけ、エレメント交換ですよね。できるかな、できるかな、お願いします。今日エレメントですね。エレメントってね、これのこと言うんですよ、エレメント。ということで今日ご紹介するのはですね、こちらです。じゃーん、超ビカビカじゃないこれ。アレンネスさんから出してるですね、オイルフィルター。これ何回も洗えるんですよね。洗って使えるんですよ。2万円ちょっとするんですけど、洗って使えるんで、オイル交換するときに絶対超いい。かっこいいでしょ。これがここにつくわけですよ。超かっこいいじゃん、見て、アレンネスって書いてあるよね。ロバタンでございます。サイスポーツスターはあれだね、ここにこれホースあるじゃん、これ見える。このホースの先がギュッてなってね、ここがもうオイルでなんで、そこを抜きます。キッシュチューブ、うわーすごい、すごいです。オイルが硬いからね、こういう感じらしい。すごいダラ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 、ゆっくり、見えるかな、こんな感じ。めっちゃゆっくり出てくるのよ、オイルが。今日紹介するオイルがこちらでございます。磯部さんおすすめのですね、チタニックの2050ってやつですね。この2050なんだけど、これ一応チタニックの説明書があるんでね、これね、旧車とかね、ハーレー用エンジンオイルで研究されて作られてるらしいんですよね。まあ、チタニックってオイルの性能を発揮するために金属面の改質から始めることをお勧めしています。せっかく新しいオイルに交換しても、旧車などシリンダー面などが汚れていれば粘土の洗濯も変わり、油膜の付きにも影響が出る可能性があります。1回の使用で効果を発揮できるようスーパータイプに仕上げてあります。使用法は、オイル交換前の汚れたオイルにハロゲンチタンプラスを添加し、50から1000キロ走行するだけで新車のフィーリングが蘇ります。ステップ2として、汚れを落とし、すっきりしましょうと。チタニックフラッシングがチタンなら、洗浄後に、速攻性チタンがコーティングし、摩擦に強く金属面に変えてくれますと。オイル容量の3分の2以上入れ、10分以上アイドリングし、ピラーキャップドレーンの順に開け、10分以上放置してから新しいオイルを入れてくださいということでですね、チタニック1回ね、 Z900RS にも入れてるんですよ。なので今日のオイルはこちらからでございます。この後入れますから。キッシュチューブ、やばいよやばい、墨汁だね、墨汁やばくね。これ車で言うとさ、これ何キロぐらい走ってるこれ。1万以上走ってる。おい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 、やばい状態になってたやん。だからちゃんとやっぱオイルってしっかり、一番最初にまあオイルやった方がいいね。クラッシングってやつちょっと やってもらいたい。できる？はい、イエーイ、やろうぜ。磯部さん、これからさ、今フラッシングやるんだけどさ、これフラッシングってどういうやつなの？普通のはこういう成分とか入ってるんだけど、まあ、エンジンとオイルの通り道をきれいにする、って考えれば簡単。しかもチタニックやん。そう、これはオイルの成分しか入ってなくて、共洗いっていうやり方で洗う。これ高いんじゃねえの、大丈夫？大丈夫です。キッシュブ価格で0一個足した、はい。キッシュチューブ、まあ皆さん間違えた、油オイルとかそういうの入れないように、完全に普通のオイルなんです。よっしゃ、それでは10分間のですね、アイドリングが終了したので、フラッシング終了。そしてここから普通のオイルを入れれる前に、エレメント交換してからですね。これフラッシングやったんだよね、ちゃんとね。今入れたよね。すごくね。ちょっとこれはみんな見せてください。フラッシングしたのに、ほら見えるかな、このオイルの汚さ。よっぽどよっぽどやばかったね、これ。壊れる原因にはなりますだよね。よかったっす。とりあえずこんな感じでした。そしてこの後はオイルをぶっ込み、エレメント交換してオイルぶっ込みですね。さて、エレメントいっちゃいましょう。
こちら。これでチタニックを塗って、それでは失礼します。こいつを中にグリル入れちゃう感じですね。あ、ちょうどいいちょうどいい。サイズ感もちょうどいいよ。うちバイク屋さんじゃありませんので。車屋さんだからね。皆さん見てください。この感じでございます。インしてまいります。というわけでですね、僕のキッシュチューブ号オイル交換終わりました。完璧ですよ。ということで、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。オイル交換ね、自分でもできますけど、まあ本当はプロにねお願いした方が間違いないと思うんですけど、ということでキッシュチューブインスタ、ツイッター、フェイスブックやってますので、皆さんご登録よろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。バイバーイ。